高3塗りは全部完了しましたで、2日乾かした状態になります。で今日はちょっとここ打ち付け、板の打ち付けやっていきたいと思います。ダイウエイトで買ったこの32ミリの釘使います。なんか本当はこの板に対して 2.5 倍の厚さの釘がいいらしいんですけど、でもなんか端っことかに打ち付けるときは何倍 ?1.5 倍ぐらいの方がいいらしいんで、とりあえず30ミリがなかったので32ミリ買ってきました。
はい、とりあえずこんな感じで板はめ終わりましたね。とりあえずあとはこの部屋は畳敷き詰めれば完成ですね。で畳新調しようとしたんですけど、結構もうこの部屋とか奥の部屋とかあっちの部屋とか直すところ多すぎなんで、ちょっともうそんなお金ないんで表替えでなんとか行けるようにしていきたいですね。はい、であとは、まあ、ここの全体的に掃除やってないんで掃除やって、まあ、ちょっとこの下のこの部分だけちょっと雑巾がけして、あとは畳入ってからちょっと上とか窓とかは掃除していけたらと思います。この壁しかまだコロコロで掃除してないんで、あと窓もちょっとあれでやったかそれぐらいなんで、ちゃんと掃除しないと多分ちょっとカビ臭いと思うんで、はい。